本日がですね、2020年、11月3日の、正午過ぎで、ただいま、荒川区東日暮里の、あ、こちら西日暮里ですね、西日暮里の、スーパー稲毛屋の前におります。11月の8日に、荒川区長選挙並びに、区議会補欠選挙の投票日となっております。今、こうして、街頭演説を行っておりますのは、荒川区議会補欠選挙に立候補しました、前田真嗣と申します。私はこちらの方に住んでおりますので、あちらの前田酒店の、前田ということで、お分かりになる方もいらっしゃるかと思いまして、大変こうやって地元で、お騒がせするのはなかなか正直心苦しいところもあるのではございますけれども、また一方で私が立候補した大きな目的、目標を、選挙の投票率が上がる、選挙に参加する、選挙に参加して我々の声を、政治の行政、政治に届けて我々の生活を良くしようという目標に沿いまして、今回、稲毛屋の前で、私もよく利用してお水を汲みに行きますけれども、稲毛屋の前で、動画を撮りながら、喋っております。まあ、特段聞いている方が、必要ないわけで、ただ、こちらで、先ほど奥駅の前では、約78分ほど、街頭演説をしておりましたけれども、こちらの、そちらかどのくらいかかるかはわかりませんけれども、昨日の、日暮里駅前で約90分、今日奥駅前で78分、という流れで来ておりますので、こちらで、ここから約1時間ぐらい、やるとなかなかいい迷惑になるかと思うんですけれども、我々、日本の国は民主主義の国であり、民主主義が機能するためには、選挙というものが必要です。選挙とは、選挙の花といえば、まあ、街頭演説なのかもしれません。今は動画が発達しまして、いつでも動画でこのようなものを見られます。私自身も今、この街頭演説を動画で撮影しておりますけれども、そのような方法もありますけれども、まあ、要は騒いでいいということですね。学校の前では、それなりに配慮するということでしたけれども、今日は、11月3日、昔風に言いますと、明治天皇の誕生日で、明治節文化の日で祝日でございまして、学校がちょうどお休みということで、この稲毛屋の前でも、嬉しくこのように選挙の街頭演説を行っているただいまであります。街行く皆様、ただいま選挙期間中ということで、このようにお騒がせしている最中でございますけれども、公職選挙法によりまして、街頭演説は我々が整えた法律によって表現の自由が著しく保障されています。例えば、人権侵害になるような発言は当然罰せられますけれども、それ以外の表現の自由は保障されて、今回、ただいま、この住宅街の真ん中で、うるさい声を、私、前田酒店の前田真嗣でございますけれども、荒川区議会補欠選挙に立候補いたしまして、このように街頭演説を行っております。まあ、私の世間話にもしていても仕方がございませんので、荒川区議会議員選挙ということで、荒川区の予算をちょっと見てまいりましょう。私の場合は、日暮里図書館に行きまして、その図書館にはですね、荒川区の予算説明書、並びに荒川区の決算説明書という極めて分厚い本がございます。中に、予算、決算の
数字が羅列されているわけですけれども、そちらを私2019年4月の荒川区議会選挙に立候補しようと考えておりましたので、そちらをよく読み込んで、A4版のプリント2枚にちょっとまとめてあるものが今ございます。新しいものが用意できればよかったんですけれども、 なかなか家族に隠れても立候補準備だったものですから、私の妻の昨日伝えたところ大変怒られまして、昨日の夜はなかなか申し訳ないことだったんですけれども、選挙というのはですね、本来誰しも立候補してよろしいと、ですので、私よりももっと優秀な方がいるはずです。私は前田真嗣ですけれども、もっともっと優秀な方がいるでしょう。 その方々に手を挙げてもらって、選挙に立候補してもらって、できれば20代の方が希望ですけれども、20代のうちに議員の世界に入り、経験を重ねて、我々有権者の声に耳を傾けてもらって、荒川区の生活を住みよくする、そのような候補者が現れることを期待している 最中であります。話の流れで、私今回の選挙ではもうおそらく今日ぐらいには各家庭に選挙公報が入っているかと思うんですけれども、私の名前も掲載されておりまして、その中には、無公表を入れてくださいというようなことが書いてあったかと記憶しております。 私、40歳を超えましてとしても、かなり記憶力が曖昧になっておりまして、どのような内容だったか、定かでは申し訳ないんですけれども、そのようなものでも立候補できると、届け出さえしっかりして、30万円今回、供託金を預けましたけれども、こんにちは。30万円供託金預けましたけれども、その上で、 11月の1日の日に立候補も届け出をしたわけでございます。今回の選挙公報にですね、無公表の価値ということで、入れたい候補者がないのであれば、投票所に足を運ばないのではなくて、たとえいい候補がいなくても、投票所に足を運び、無公表なり、白票なり、 投票箱に自分の一票を投じる。その結果、票数は無効票としてカウントされます。例えば今回、私が当選したという話の方がいいでしょう。こんにちは。私が当選するには、今回、例えば3万票、3万2万1万票にしましょうか。 今回の有権者がですね、17万人ぐらい、荒川区の有権者がいますので、私は、3万票取りましたと。で、他に、山本剛候補が2万票、鈴木候補が1万票、土橋候補が5000票、ちょっと数字がよくないので、1万、2万、3万にしましょう。そうすると7万票、全部、入っているわけですね。で、7万人が、 投票所に足を運んで名前を書いて、投票したと。そしたら残りの10万人はどうしたんだと。いや、10万人は選挙に行かなかったんだよと。ああ、そうなんですか。まあでも僕が3万票で当選したんだからいいよね。よかったよかった。毎月60万円もらえるし、議員の平均年収はだいたい、年収1100万円ぐらい。もらえてよかったよかったと。私も大喜びです。 1000万円もらえる職業なんて、なかなかございません。今、こうして耳に私の声を耳にされている中にも、職業を失われた方がおられるかもしれないと想像しております。今、選挙カーが参りましたので、ちょっと中断しまして、次の候補者の検討を祈りたいと思います。おそらく PCR 検査と言っているので、 共産党さんではないでしょうか。日本共産党さんでしょうか。ちょっと静かにしてますね。ただいま。
こちらで街頭演説中でございます。荒川区議会議員選挙補欠選挙の後立候補者前田真嗣がこちらで街頭演説中でございます。大変都合が重なりましたけれども、こういう場合は早い者勝ちということになっておりますので、等しく街頭演説も行う、権利がございます。その場合、大体早い者勝ちということで、私、この後また何十分か話しますけれども、もし、何時ぐらいに開けますかということでしたら、相談していただければ、私、相談に乗りますので、どうぞお声掛けください。明るい会の皆様、どうぞ、お仕事、一緒に頑張りましょう。お疲れ様でございます。命と暮らしを守る区政に、まさに区政とはそうあるべきであります。さて、私が、どんな話をしていたかと言いますと、まあ、3万票、2万票、1万票、1万票で、7万人、有効投票数があって、10万人棄権したけど、まあ、前田君当選だよって言って、まあ、当選すると、まあ、お金の話しかしないんですけれども、まあ、あと、議会では32人おりますので、そのうちの1票ということになります。その1票が私に託されるわけです。とにかく今回4人立候補しておりますので、このうちの1人は必ず当選するわけです。そのうちの1人は、お給料は、まあ、お給料の話するのが分かりやすいかなと思って、お給料の話をしているんですけれども、我々、現在有権者数17万人ぐらいで割りますと、議員のお給料は、1人当たり、2000円ほど、払っていることになります。毎日、稲荷屋でも消費税を納めますし、前田酒店でも消費税を納めていただきますけれども、皆様、毎日納めている税金の中から、一人当たり2000円払って、荒川区議会議員を雇っているわけです。その場合にですね、まあ、例えばの話で、7万人の票があって、3万票を私が得たと、当選しましたと。では私が好き勝手やっていいのかというと、果たしてどうでありましょうか。3万票の票しか得られなかったのに、私が好きなことを言って荒川区政を、まあ、良くする場合もあるでしょうし、混乱させる場合もあります。それが票の謙虚な数え方というものでありまして、これが分かりやすくですね、私が3万票、2万票、1万票、1万票だったとして、もう一方で、無効票というカウントが10万票あれば、私の当選した者の立場はどうなるでしょうか。私は3万票で当選しました。しかし、無効票という紙を投票箱に投じた有権者が10万人いるわけです。私は3万人、無効票と書くからには、今回立候補した候補者にいいやつがいないんだと、そういう意思表明がわざわざ足を運んで、無効票と書くことの価値のようです。ですので、選挙に参加しないことには価値は発生しません。僕がここに住んでいる日本という国は、幸いにも民主主義の国であり、自由に意見が表明できることになっております。自由に意見を表明して自分の暮らしを良くする、周りの暮らしを良くする、困った人がいれば助けてあげられる、そのような社会づくりが我々有権者の手によって委ねられているわけです。有権者が票を投じ、いいと思った候補が当選して、荒川区政、東京都政、日本国政、すべて我々の一票によって機能しているわけです。その中で、まあ一票を投じに行かないと、選挙に行かなくても僕の生活はなんとかなるからいいよと、そう思える方は大変おめでたくて幸せで、まあ羨ましくもあり、まあ羨ましいですね。選挙に行かないで、生活できるわけですから、羨ましいです。
自分の生活が例えば、まあ、答えの例になりますけれども職を急に失ってしまったと極端な例になりますけれども新型ウイルスの検査を受けられなかったせいで志村けんさんのように死んでしまったとそのような時に選挙に行かないという選択肢は考えられるのでしょうか。今の生活の現場が苦しい人にとってなぜ生活が苦しいのか、辞書が足らないのか。辞書が足らないというわけではないでしょう。たまたま運が悪く気持ちの病で寝込む人もいます。それはまあ運も悪いかもしれませんけれども、自分自身努力をしようと思って親に育てられてきたわけです。大きくなったら一人で生きていくぐらいの覚悟を持って大きくなりなさいと親御さんは子供を育てるでしょう。今朝私の妻と話しておりましたけれども、子供なんてまあ私もそうでしたけれども、親から散々可愛がられても自分が大人になれば自分が可愛くて手のかかる親の面倒は見たくないなというふうに思う心も発生いたします。だけれども筋道を考えれば自分が今いるのは親が育ててくれたおかげ、おばあちゃんが面倒を見てくれたおかげだから、自分が大人になった時高齢者のお世話をする、そしてそのように育てる、そのような自分に育つように子供を育てる、それが今まで機能してきたのではないでしょうか。話が脱線してしまいまして、ですので、要はみんな自分自身努力はしているということです。まあ、案に菅さんの意見を菅さんの所信表明を批判しているんですけれども、自助、共助、公助と言いますけれども、自助というのはみんな大なり小なり必ず行います。おしっこ行くのがもうそれだけで自助です。まあ、おしっこ行けなくなれば誰かの助けを借りなければいけません。これが共助であり公助なのでしょう。何かやることに対しても自分自身努力が必要で、大なり小なり人間一人一人努力はしております。そのような中で運悪く病気にかかってしまった、勤務先がダメになってしまった、お給料が入ってこない、それは誰のせいではないのかもしれませんけれども、社会がもっとよく良ければそうはならなかったかもしれないと考えるのが民主主義の仕組みのあるべき姿だと思います。この国は中国共産党のように立派な指導者をいただいて世界第2位の国になるような国ではありません。私たち一人一人が投票所に足を運んで、いい候補を選んで、お金を払って政治をやってもらっているわけです。現在は菅さんでしたし、その前は安倍さん、その前は野田義彦さん、菅直人さん、鳩山さん、麻生さん、福田さん、安倍さん、その前が小泉さんでしたでしょうか。小泉さんの前が、森さんだったかな。そのような感じになっておりますけど、で森さんの前が小渕さんで、そのあたりになるとおそらく2000年ぐらいで、約20年間の、総理大臣をちょっと言ってきましたけれども、それぞれの総理大臣みんな我々の一票によって選ばれているのは、これは現実です。動かしようのない現実と言っていいでしょう。時の総理大臣、日本政府、東京都議会、荒川区議会、すべての選挙で選ばれる組織は我々の一票で選ばれているわけです。イコール我々の意見が反映されなければなりません。というか、我々の意見が反映されて自然な姿になるわけです。そのような中、なぜ
体の生活が苦しくなっていると世論調査で出てきてしまうのか、貯金額が、あそこの家はこのぐらいあるらしいけれども、うちはこんなもんだよねとか、あそこの家庭はリモートワークで家にいるけど、このぐらい稼ぎがあるらしいよ、うちは朝5時に起きて、夜は、本当にもう、遅くに帰ってきて、まあ、昔風に言うと馬車馬のように働いて、おでこの汗ぐらいの、お給料しかもらっていない、まあちょっと極端な例を出しましたけれども、実際にブラック企業という言葉がある以上、そのような世界はあるわけです。それは結局は我々自身が選んだ政府によって行われる建前であり、民主主義国として1945年の敗戦以来歩んできた日本は、我々有権者の一票一票によって時の政府が決定され、その方向性によって我々の生活が今形作られているわけです。その時に選挙に参加しない、投票所に足を運ばないという人はやはり恵まれていると言わざるを得ません。自分の意見を反映してもらうために投票所に行く、だけれども行ったけれどもいい候補がいない、それは多くの方が思ってらっしゃるのではないでしょうか。選挙に棄権する方が半分程度いる、投票所に足を運ばなくていい、いい候補者がいないから運ぶ必要がない、だから危険が 50% 程度あるということになっております。それは大変感じるべきことで、まあいい候補者が生まれない世の中がいけない、自分の努力してるんだけどなんでこんな世の中になってしまうんだと思うのもやむを得ません。その時に私が提案するのは、選挙公報にも載っておりますけれども、投票所に足を運んでいい候補がいなければ無効票と書いて投票箱に入れる、もしくは自分の名前を書いて投票箱に入れる、白票のままで投票箱に入れる、その行為は無効票という数字でカウントされます。先ほど今回の選挙では17万人が有権者として登録されておりますけれども、3万票が当選の人数であったと。しかしいい候補がいないから無効票と書いたという人が10万票もいれば、それはどういう価値が発生するか皆様自身で考えてもらいたい。私が発生する価値として想像するのは、まあ3万票もらって当選した私はうかうかしてられないわけです。地域に住んでいる人々の生活を見て、声を聞いて、今地域の人が何を必要としているのか、それを真面目に聞き取らないと10万人の人が次も私を選んでくれない。逆に言えば、私が今回当選して今回は3万票だったけれども、次の選挙までにいい働きぶり、皆様に認められる働きぶりをすれば、次は13万票になる、次の選挙では13万票の票を得る理屈となります。そのようなことを言われて、当選した人間が働かないわけがありますでしょうか。皆様の貴重な無効票が当選した議員をよりよく働かせるわけです。これが無効票で、棄権票で全くカウントされない、投票率だけで表される、そう3万票でトップ当選だ、やったーって言って、まあお給料もらって先生先生と呼ばれて、いやーどうもどうもなんて言って、次もよろしくねなんて言って、よろしくねっていうのもどうかなと思うんですけれども、まあそのように、この国の癖が運営されて我々の生活がよくなればいいんですけれども、おそらくはなりづらいでしょう。私たちの生活は結局日々の
選挙ごとの一票一票が左右しているのは間違いないことですと私は思っております。今日は、選挙の街頭演説ということで、こちら稲毛屋の前で今、時計が25分ほどになっておりますけれども、表現の自由ということで私だいぶお騒がせしております。ただ民主主義国の選挙においてこのようにうるさい事象が発生するのは健全な民主主義国家のあるべき姿です。うち本当にうるさくて、体を壊すんですっていう方が、あそこの家はそういう人がいるからやめてほしいって言われれば私はやめますけれども、健全な民主主義の国家とはそういうことがない限り大きな声を出して有権者の心に声を届け、責任ある当選者として有権者の負託用に応え、住んでいる納税者の生活が少しでも良くなるように、そしてそれが当選者の喜びとなるように働くことが民主主義の国におけるあるべき姿だと私は思います。ですのでこのようにうるさいこと、毎日このようにうるさいわけではありません。戦前の日本やナチスドイツのように毎日毎日なんだかまあまあハイルヒットラーとか、天皇陛下万歳とかあちこち言わないといけないとか、そういううるささではありません。純粋に立候補してこのように喋る人は僕たちの生活を良くしたい、友達の生活を良くしたい、親戚の生活を良くしたい、今度あそこに子供が生まれたそうだね、健やかに育つといいね、でもこの間あそこちょっと仕事を失ったらしいよ、ああそうか大変だな、そうだ生活保護とかハローワークとかそういう相談をしたらどうだろう、でもよく詳しくわからないし、いやあそこにこの間僕が一票入れた議員がいるからさ、ちょっとそれに聞いてみよう、そうやって議員は働かせてもらうわけです。周りの人々が少しでも少しでもというか一歩ずつ一歩ずつ納税者有権者の方々が幸せになるように当選した議員は働くのです。そのようなあるべき姿のために私はこのように表現の自由、選挙活動を大変ご迷惑をかけてうるさいことだと思いますけれども、それよりも価値のある民主主義の選挙、この選挙にただいま命をかけていると言いたい。本当は命なんかはかけていないけれども、そのように言いたい気持ちが今ありました。民主主義の価値というのは有権者の一票一票に大きく現れます。その中で選挙に足を運ばない人が半分以上出てしまったと、そのような中で自分の生活、人の生活が良くなると思いますでしょうか。私は自分の YouTube の動画チャンネルで志村健さんの死去に際し、我々日本人の人災と発表しました。志村健さんは3月の29日に亡くなられました。新型ウイルスによってです。2月の3日には横浜港にダイヤモンドプリンセス号が入港し、日本中は大騒ぎになりましたけれども、騒ぎになったおかげでどのような対応をすればよいのか議論する機会が与えられました。しかしこの春、調子が悪くなっても4日間程度は家にいて様子を見てください、持病のある人はこうこうこうしてください
の放送で何度も何度も流されたことです。発熱37度5分以上の発熱が4日程度続く場合に初めてこちらに電話してくださいと、電話したらつながらないと、そのような中で今回何人の命が失われたでしょうか。2月3日から数えて3月3日まで1ヶ月間十分な検査体制を取る時間は外国の例を見れば明らかです。3月の17日に発症されたとされる志村けんさんを救う時間は十分にあった。だけどもそれをしなかった。誰がしなかったのか。それは我々が選んだ政府組織がしなかったんでしょう。 NHK から調子が悪くても4日程度は家にいろと、なんかある方は2日ぐらいでいいよと、電話しても繋がらない、こんなことでは大事な人は守れない。私は怒りを覚えて3月29日当日に YouTube の動画に、今回の志村けんさんの死は我々有権者の手による人災であると、怒りと悲しみで声を震わせた記憶が今も鮮明に蘇ってきます。私は愛する妻、母、弟、その妻、そして今度生まれてくるらしい男の子の赤ちゃん、その子供、肉親をとにかく大事な人を守るためには私は今の政府ではダメだと思う。それを発表する機会がこのような選挙の場なんです。民主主義の日本というのはこのように大きな声で選挙で、選挙期間中に大きな声が出ることこそ健全なわけです。うるさいのを我慢するのはほんの1週間、参議院選挙では14日間、それだけの価値がある議員なんです。自分の生活を守るため、大事な人の生活を守るために、我々は議員を雇う、選ぶわけです。ところが繰り返しますけれども、志村けんさんは亡くなってしまった。自分の調子が悪くなって2日間自宅療養したけれども、最後は救急搬送されたんです。病院に行ったら意識は戻らない。遺族のもとに戻されたのはダビに伏された姿でしか戻ってこなかった。僕はそんな大事な人をそんなことで映しないだけはありません。政治を志す人は人前で涙を見せてはいけない。これは前回の大統領選挙でヒラリー・クリントンさんが敗れた要因でもあると思いますし、プーチン大統領が選挙戦で涙を流したのは彼も年を取ったなと思いました。私も涙ごとにはなりましたけれども、なんとか涙をこらえてこのように健全な民主主義に向けて現在発表している最中です。どうか投票所に足を運んでほしい。入れたい人がいない、それは当然のことだ。今自分の生活が良くない場合は時の政府、時の政治家が良くないからである。だから入れたい候補者がいない、それは自然なことだ。だけれどもこのままのことを続けても良くなる見込みがないでしょう。何か変化を起こさなければ。昨日日暮里駅前で私は生命とは変化するものだと演説いたしました。文学で言えば平家物語、諸行無常の響きありとは変化することです。人間とは変化するものです。
科学を得ての変化もありますけれども、変化し続けて広島、長崎を起こさない世界になった。もうそういうことはやめようと、つい最近世界の国々で採択されたのが長崎型、広島型爆弾の禁止条約です。二度と繰り返さない。自分の生活を守るために。それでも1945年当時は違った。アメリカ軍が沖縄戦で味わった苦戦、日本人が洗脳されたと言ってもいい状況で機関銃で撃ちまくってくるアメリカ兵に向かって竹槍を持って突っ込んだわけです。そしてアメリカ軍は、2万人、3万人、4万人の犠牲を出しました。翻って日本軍は、日本人は沖縄戦では18万人もの命を落としておりますけれども、アメリカ軍は沖縄戦において4万人前後の命を失われた。戦傷者はもっといる、怪我人はもっといる。こんな本土決戦はアメリカ軍はやりたくない。だから原子爆弾を落としたんだと、私はそのように考えています。一発の原子爆弾がアメリカ軍の犠牲を大幅に抑えたのです。あの原子爆弾の広島での犠牲によって、長崎での犠牲によって、日本は敗戦を受け入れました。あれがなければ沖縄決戦のごとくの本土決戦が行われ、当時の少年少女、青年、中年、60代、みんな竹槍を持たされて機関銃で殺されたでしょう。それが沖縄戦の現実です。それが嫌だったからアメリカ軍は原子爆弾を使った。でも変化があった。やっぱり原子爆弾はダメだ。たった一発で何十万人の人を殺してしまう、そういう爆弾はダメだ、使えない、使わないことが人間の良心だと、人間は学んで、1945年から数えて75年間、長崎、広島型の兵器は使われていないわけです。これは変化と言わずに何と言いましょう。生命の変化、人間の変化、人間は学んで成長する生き物であると思います。その変化が今の日本にあるでしょうか。変化がなければ気に入らない国は広島長崎でやっつけてしまえ。当時で言えばソビエトとアメリカと、どうやれば先にどれだけの人を殺せるか、どこに落とせば効果的か、そんなことばかり考えていた。しかし幸いかな、そういう方向にはいかなかった。人間は生きるためにそういうことにはいかなかったのです。翻ってこの日本、平成昭和の敗戦から高度経済成長、私は生まれておりませんので言葉にはできませんけれども、筆舌に耐え難い苦しみの上で高度経済成長を迎え、私は今こうして生きています。昭和の終わり、平成の始まりぐらいから選挙に行かない人が多くなり始めました。以来平成の30年間は投票率がどんどん低下していった時代です。それと比例するかのように、生活が安定しない家族が増えていったのではないでしょうか。選挙に投票しなくなったから、
生活が不安定になってしまった。そういう仮定は、仮説は、私の仮説はそれなりの説得力を持つはずです。このまま変化せずに、選挙に行かずに、どんどん生活を悪化させて不安定にしていっても、私たちはそれを選ぶでしょうか。私の弟には子供が生まれます。子供は20年も経てば働くようになります。これから20年後、その子供は果たしてこの日本にいて幸せでしょうか。投票率が相変わらず低いまま、生活が苦しいまま、安定的な人は一部の高級住宅街に住み、一般の方々は表現のない家に住み、毎日の暮らしに追われる。私は毎日の暮らしに、私自身、前田真嗣は毎日の暮らしに追われているわけではありません。余裕があるからこのように立候補して、自分の心の思いを伝える。心に余裕がない限りは、生活保護にいられるような人間的な文化的な水準の生活は送れません。明日は朝5時に起きなきゃいけない。もう夜中の12時だ。どのくらい眠れるかな。朝5時に起きて疲れてるけど行かなきゃいけない。電車に乗ると、今日は座れなかったな。現場に着くと、なんだか知らないけど怒られたと。それで、コンビニの冷たい弁当を食べて、家に帰る頃には真っ暗で、街は楽しい人に溢れてると。僕だけなんでこんなことなんだと。まあ、極端な例を示しましたけれども、そのような人間がいる一方で、私のように、このように自分の意見を表明できる人もいるわけです。本来であれば、日本人は日本国憲法に書いてある通り、等しく文化的な水準の生活を送れるのが、当然であるのが日本国憲法であるのに、現在の日本はそうではないのが理解できるかと思われます。ではなぜそうなったのか。先ほども言いましたけれども、平成は30年間ありました。30年間の間に、どん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 生活は貧しくなり、生活は便利になったかもしれないけれども、心の余裕がなくなった。ピンポン、ピンポン、ないんだよ、ないんだよ。半分は、いらない、いらないんだよ、みたいなところでですね、そこにね、心の余裕が生まれるのか。ただ便利になっただけじゃないかと。そのような世界がどこから来るのかと。ちょっと無理がありますけれども、選挙に行かないからそうなったんだと。そのように考えることも、まあちょっと無理筋ですけれども、あるべき生活が保たれている中であれば、LINE が鳴っても、メールが鳴っても、上司に怒られても、生きがいのある生活が送れるはずです。その生きがいのある生活を我々は送っているでしょうか。民主主義においては天から降ってくるものではありません。自分自身が働くことが必要でありますけれども、機会に恵まれず働けないこともございます。辛酸をなめる、言葉にすれば辛酸です。辛酸をなめるような環境において毎日苦しい生活を送る、そんな人はあってはならない。そういうふうに僕は声を上げる。これは価値のあることではないでしょうか。そんなことはあってはならない。有権者の一人がそう言っている。それは価値があるでしょう。そういう候補者が現れるこの選挙はとても価値のあるものです。その選挙に対し足を運ばない、そんなようなことがあって大丈夫ですか。選挙に足を運んでいい候補者がいなくても、白票なり無効票なりを入れれば、先ほど言ったように10万票の批判票が当選した者に対してプレッシャーとしてかかってきて、
良い働きぶりにつながるわけです。無効票の価値というのは今まで見えていなかったけれども新たな変化として今回の選挙で皆様に少しでも投じてほしい。私個人は前田真嗣と書かれれば嬉しいです。しかれども私自身どのような候補者かこれを耳にしている有権者の方はわからないでしょう。では最低でも無効票として入れれば当選した議員はさっきも言ったように3万票で当選したけど10万票も無効票があったと襟を正さないわけにはいきません。有権者の声に耳を傾けないわけにはいきません。有権者の声を傾けてこその議員の働きぶりです。それを今回希望して私はこのように愛する地元西日暮里東日暮里のここの場所を大騒がせしてまで表現の自由民主主義のあるべき世界を訴えているわけでございます。このあたりで拍手をいただくと大変嬉しい思いでございますけれどもありがとうございます。本当にうるさいことが長々と続くと困りますので今は46分というような数字が出ておりますけれども一応あとは、思いの丈はある程度こちらで発表できましたので2019年4月に、荒川区議会選挙を立候補しようと思った時に、荒川区の予算説明書決算説明書を日暮里図書館で借りてきて作った資料を読み上げて、あと13分ほどで、街頭演説を終わろうと思っております。2018年の、予算決算によりますと、支出総額は917億円。今年度の予算は1000億円ぐらいになるんですけれども、荒川区の収入は2018年当時で940億円。一人当たり、荒川区の有権者一人当たり55万3240円の税金を納めた計算になります。荒川区政だけで55万3240円、有権者はお金を納めています。そして支出の方ですけれども、ほぼ同じ額で、支出総額917億円、一人当たり53万9500円、荒川区よりお金を使われていることになります。1ヶ月あたり一人4万5000円は荒川区からお金を使ってもらっているという計算になります。ちょっと早口でしたでしょうか。1ヶ月あたり、一人4万5000円荒川区からお金をもらっているというように考えても差し支えございません。そのお金の使い道ですけれども、7つ項目を挙げましたけれども、子育て関係に使うのが168億円、これは保育園の運営費が69億円、児童手当が34億円、医療費補助が9億円、子育てに、荒川区の予算の約 15% 前後が使われています。続きまして、人件費です。次に大きいのが荒川区が雇っている人件費、これが141億円、全体の支出額の、12-13% に当たるでしょう。荒川区の常勤職員は平均で1年間で710万円のお金をもらって働いています。私が今回立候補している荒川区議会のお給料は1148万円。ありがとう。区議会議長になりますと1479万円になります。これが荒川区が支払っている予算の決算の人件費、こちらが全体の 12-13% になります。続きまして大きいのが人件費とほぼ同じ133億円の予算を取っております生活保護費です。これが
133億円も使っているというのが私自身知ったときはなかなかの衝撃を受けました。荒川区にが使われているお金のうち 12.3% は生活保護費に充てられています。ちょっと詳しくはわからないんですけれども、生活扶助と呼ばれているものに41億円、まあ、これはおそらく生活費ですね。生活費に41億円使ってもらって、住宅扶助、これは家賃を肩代わりするんだと想像しますけれども、それが28億円。医療扶助と呼ばれるのが、これはまあよく生活保護者は、お医者さんはただだからいいよねと言われていることですけれども、これが59億円。しもて133億円が生活保護に使われております。続きまして、国出し金と呼ばれまして、こちらは公のところにお金を出すことでありまして、国民健康保険、後期高齢保険、介護保険、それぞれに、合わせまして100億円の支出がございます。その後3つ続きまして、障害者福祉に61億円、教育費に、61億円、こちらは、校舎整備が18億円とか、おそらく、修繕や、エアコンの設置等々が当てはまるのだと想像いたします。続いて土木が52億円で、公園用地取得や道路改修、道路拡幅等々に、我々の予算が使われますけれども、まあ、今回、やはり衝撃を受けた生活費用についてであります。こちらを私の思いの丈を今話させてください。生活保護者は、まあ、ただでお金もらえて、文化的な水準の生活を送れていいよねって、やっぱりどこかで思ってしまう私自身もいると思います。いいなと思いますよね。何もしないで、まあ、それで語弊がありますけれども、何もしないでお金がもらえる。実際はそうではありません。菅総理大臣が言ってましたけれども、自助、共助を行って自分で努力して仲間とも相談したけれどもダメだったと。どうしようもなくなったんだと。このままでは生きていけない。今これを耳にしている方も、突然仕事を失ったという経験をされた方でもあるでしょう。その時に生活保護という制度は大変大きな支えになるのです。生活保護の制度は我々が整えた法律の中で重要な機能を果たしています。この生活保護がなければ、職を失うイコールもう首をくくるしかないだろうとか、日本人はすぐそういう、すぐというか責任を取ることは自分の命を殺すことだとか、そのようなおかしな発想をする場合がございますけれども、それにつながりかねないのが生活保護の価値というものです。生活保護があるからこそ、133億円のお金があるからこそ、我々の生活は不安定さを免れているのです。深刻な不安定さには至らないのです。私の知人でも生活保護を受けている人がいて、初めて知った時は驚きました。そうなんだと。それだけ身近な仕組みなんです、生活保護は。しかしこの生活保護は、仕事ができていれば発生しない。職を得て健全な仕事をして家族と暮らしていれば生活保護は発生しないわけです。介護保険という制度がありまして、介護にもお金がかかるとか言いますけれども、いわゆる大家族の場合は親の面倒は子供が見ていたものですし、現在でもそういうところは多くあるでしょう。そのように想像します。ヘルパーさんが来て介護保険料を使って助ける、そういうケースもありますけれども、まだまだ親の面倒を見るのが大変でと言って介護保険等々を利用せずに自分の力で親の面倒を見る、そういうことがまだまだ当たり前だと思います。そのような苦労を超えるような危機があったときに生活保護が機能するわけですけれども、そのような生活保護が機能するような危機にならないように、
我々は政府の仕組みを整えていかなければなりません。そのために選挙がある。民主主義の国では選挙でしか自分の生活を良くすることはできません。選挙で有効な機能を果たす組織を作り上げるのは我々有権者一人一人にかかっています。 先ほどから伝えていますとおり、私の選挙広報のとおり、いい候補者がいなければ無効票と書いて投票所に足を運んでください。それが自分自身の誇りにつながると想像します。投票所に行って投票箱に投票用紙を入れる。それが自分自身の 誇りにつながるんだと表明いたしまして、街頭演説の主文というか、大部分を終わりまして、選挙というのはですね、公職選挙法に守られておりまして、表現の自由が著しく、保障されております、担保されております。昨日私日暮里駅前で街頭演説をした時は、尾崎豊さんの I love you を歌いました。ちょっと歌詞が忘れてしまって情けない歌いぶりだったのが、ただいま私が投稿したYouTubeで見られるとは思うんですけれども、先ほど奥駅前で街頭演説を行っている時は、今度は歌詞カードを持って尾崎豊さんのシェリーを歌ってまいりました。 選挙で歌を歌うっていうのはどうなんだと、そんなの必要ないだろうと、それはごもっともであり、選挙で歌を歌うのはない方が望ましいと思います。私前田真嗣は歌を歌いたいわけではありません。けれども現在表現の不自由等々言われておりますけれども、選挙においては表現の自由が担保されています。 その表現の自由を機能させるために、私は心苦しくもこちらで尾崎豊さんの僕が僕であるためにを歌って街頭演説を終えようと思っております。 それでは前奏から歌ってまいります。 2011年11月8日投票、 赤く輝く補欠選挙、立候補者前田真嗣、街頭演説。もう一度として尾崎豊さんの歌、僕が僕であるために。ちゃん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 、心すれ違う悲しい生き様にため息漏らしていた。だけど この目に映るこの街で僕はずっと生きていかなければ、人を傷つけることに目を伏せるけど優しさを口にすれば人は皆傷ついてゆく。 僕が僕であるために勝ち続けなきゃならない。正しいものは何なのか、それがこの胸にわかるまで、僕は街に飲まれて少し 心許しながら、この冷たい街の風に歌い続けてる。てん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 。
しても 君を傷つけてばかりさ こんなに君を好きだけど 明日さえ教えてやれないから 君が君であるために 勝ち続けなきゃならない 正しいものは何なのか それがこの胸にわかるまで君は街に揉まれて少し心を許しながらこの冷たい街の風に歌い続けてる僕が僕であるために 勝ち続けなきゃならない正しいものは何なのかそれがこの胸にわかるまで僕は街に揉まれて少し心を許しながらこの冷たい街の風に歌い続けてる ちゃん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 ち
荒川区議会議員補欠選挙、立候補者前田真嗣、街頭演説。お耳にされています通り、表現の自由が担保されているこの日本社会において、私は11月7日まで頑張って皆様の、いや自分の生活を守るために、そして皆様の生活が幸せに少しでも近づくために、このように選挙運動を行ってまいります。誇りを持って皆様に御礼を思っております。生活の上では大変お騒がせいたしまして申し訳ありませんでした。民主主義の機能とはいえ、このようにお騒がせしましたことを謹んでお詫びを思っております。どうも失礼いたしました。